森岡誠桜高等学校は岩手県森岡下高松一丁目にある私立高等学校。2010年度まで森岡女子高等学校という女子校であったが2013年度より校名変更すると同時に男女教学化した。見学の理念は心は豊かに腕は確かにとされている。これは前身の女子校が裁縫学校としてスタートされたことが理由であるという。 一年次は全科共通で生徒を募集し、本人の希望や学力によって、二年次からコースが分かれるというシステムとなっている。高校卒業を入学資格とする保育士専攻科は二年生で、終了後に保育士国家試験の受験資格が得られるほか、定型短期大学通信教育を編集することで、幼稚園二種教員免許の取得が可能である。地元ではバレーボールや、 陸上の競合校として知られている。インターハイや春の高校バレーに出場したり、バレーボールの高等学校総合体育大会では、東北の範囲で優勝や準優勝を繰り返している。また、陸上長距離では、全国高等学校駅伝競争大会に6年連続出場を果たしている。なお、クラブ活動に専念したい人を対象に、寮に入ることもできるという。 夏服は男女とも淡いブルーのサマーシャツやブラウス、または白のポロシャツ。襟の部分が白くなっているのが特徴とされる。これらに男子は能力色のネクタイ、女子は能力色のリボンを合わせるスタイルとなっている。クリーム色のニットベストもオプションとして用意されている。男子冬服は紺色のジャケット、女子冬服は紺色のダブルのブレザーとなっている。 これらには左胸に交渉のエンブレムが付けられている。エンブレムは桜をイメージしたものとなっている。女子のスカートは能力色のチェックのプリーツスカートである。これらの制服は女子校だった頃の女子制服のスタイルをそのまま踏襲したものとなっている。渡辺真由が2012年11月21日に発売したサードシングル光る者たちの特典 DVD には 全国47都道府県の女子制服を着たミュージックビデオが収録されており、岩手県代表には本校の制服が選ばれた。この際、渡辺は本校の制服を指して、チェックのスカートが可愛いと評価している。ありがとうございます。